ゴールデンベッドタイムが損ということに気づいたので、最初にドボンをやって後でおしゃべりしようかなっていう気持ち。じゃあドボンに新規投稿しよう。こんばんは。びっくり。ドボンやる。やるやるやるでにしとこう。謎の関西弁にしていきますね。こんにちは、あ、じゃあこんばんは、ドボンやるでって書きました。ということで、ここで神推しの守りを使用し、ドボンをやっていく。ちょっと待って、時計持ってこよう。よいしょ。じゃあ皆さん、37分30秒から今日のドボン1戦目やっていきましょう。やっていこう。今日髪もうボサボサなんだけど。しゃあ、こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは。よし、今日の一戦目勝つぞ。ちなみにまあドボンしながらも雑談するのでね、もしドボンやらない方もぜひ見てってほしいんですけど、私の最近の悩みはショールームのコメントで、絶対初見じゃないのに初見ですって書く人が増えたのと、絶対初めてのコメントじゃないのに初コメですって書く人が増えたことですね。こんばんは。よし、負けた。次39分からやります。こんばんは。2戦目39分から。なんかすごい意地悪なコメント嫌だなっていうすごい悩みですね。39分からやります。こんばんは、こんばんは。こんばんは。今日は29日、もう29日か、早いね。今日仕事納めだった方も多いんじゃないかな。どうですか、まだ仕事納めじゃないかな。応援しています、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは。昨日収めました。お、いいですね。いやマジでもう年末、29ってもう年末って感じしますね。マジ早い。なんか今月の頭とかなんかその歌唱力ナンバーワン決定戦があったけど、よし負けた。40分30秒から3戦目お願いします。40分30秒で、その歌唱力があったりして、12月なんてまだまだだなってつい最近まで思ってたんだけど、そう、12月が始まったらあっという間にもう後半ですよ。スマホだと定型文は1回タップしないと画面から消えない仕様なんだよ。え、でも初見ですとか選ぶ必要は絶対なくないですか。だってこんばんはとかこんにちはがあるわけでしょ。もうね、それはね、嫌がらせじゃないですか。今日昼も夜も自炊した。偉すぎ。サリーの影響で料理しようと思う。え、嬉しいんですけど、
YouTube 始めてよかったそういうコメントめちゃくちゃ嬉しい。遊びに来てありがとう。こんばんは。こんばんは。今日誕生日。お、誕生日おめでとう。おめでとうございます。ハッピーバースデー。こんばんは。お餅買うの忘れた。いや、まだ間に合う。明日と明後日どっちかで買いに行こういや、お餅がないとやっぱお正月って感じしないからね。大事ですよ。むっちゃ大事。よし、3戦目にしてついに勝ちました。よっしゃ、ウレピー。じゃあ次42分30秒からお願いします。42分30秒。こんばんは。こんばんは。大佐ありがとう。ありがとう。サリンさんこんばんは。こんばんは。おせち作んないです。私は買ってるので作ってないです。なんかそのおせち料理のいくつかはね作るけど、なんかもうお重を買ってきて、なんか何品も作っててないやってないですね。こんばんは。なんか最近おせちの何それぞれの食べ物になんていうの込められた思いとか意味を最近勉強したんですよ。で、お、みんなさんへの称号を使ってくれてありがとうございます。それで勉強して、なんかいろいろね、まあ、ちょっとしかまだ覚えてないんだけど、なんかエビはその腰が曲がるまで健康に過ごせますようにっていう意味と、はい、44分から対戦します。負けました。そう、あとね、途中までしか読んでないんだよな、そのなんかサイトみたいなやつ。昆布巻きはなんか喜ぶのなんかダジャレみたいな、喜ぶの昆布とか、あとエビはね、なんかその紅白のおめでたい色合いっていうのもあるらしい。その腰が曲がるまで健康でいられ、長生きできますようにっていう意味と、紅白のそのめでたい色っていうのはあるらしい。2つもかかってるんですよ、エビは。すごいよね。なんかそういうさ、昔の人が考えたその意味みたいなの、ちょっと面白かったです。ちょこっとしか調べてないんだけどね。あとなんかあったかな。あ、なんか伊達巻きは何だったっけな、伊達政宗が由来らしくて。さらにこんばんは。こんばんは。伊達政宗が由来っていうとこまでしか覚えてないですねなんか意味あったんだけど忘れちゃったな。さらにはどれが好きなの。さらにはおせち料理だとなんだろう、黒豆と栗きんとんと、あ、ドボンで勝ちました。黒豆と栗きんとんとかまぼことかも好きでしょ。あ、ドボン返しされてやっぱり負けてました。勝ってなかったわ。ドボン返しされて負けました。じゃあ次46分からお願いします。あ、数の子も好きだね私。あ、昆布巻きもでも好きですよ。結構さよね、おせち料理好きなの多いですよ。かんぼこ美味しいね。かんぼこ美味しい。全然正月じゃなくてもまあちょっと食べるぐらい美味しい好きです。こんばんは。こんばんは。
栗きんとんしか勝たん。いや、わかる。栗きんとんやっぱ、栗やっぱ美味しいよね。伊達巻き高かった。自分で作ろう。ぜひ伊達巻き、そんな難しくないですよ。さりん今日は元気？元気です。皆さんは何が好きですか？おせち料理。まあそんなにさ、おせち食べないから、今さやが口に出した例に挙げたもの以外にも、もっとなんかさやが知らないっていうか、言われて思い出す食べ物とかありそうだな。なんか好きなのありますか？伊達巻きの手作り見たことない。あ、じゃあさやのファンになってまだそんな経ってない方ですかね。私去年のお正月に伊達巻き手作りしたやつツイッターに載せましたよ。目指しみたいな魚、なんかでも魚入ってますよね。それが好きですか？伊達巻きの作り方と伊達巻き卵は全然違います。ぜひ調べてみてください。よし、上がり、勝ちました。次48分からお願いします。48分、好きです。あ、目指しが好きなんだ。お魚美味しいよね。もう入ってるやつわかるわ。田作りうまいね。なるほどね。こんばんは、こんばんは。こういうシーンは今度は桃鉄だって。え、桃鉄やるんですか？いいなぁ。さあ、もう桃鉄やりたいんだけど。桃鉄やりたいけど、桃鉄やる友達がいないから、未だに桃鉄できてないんだよね。そう。そう、私さ、いっぱいさ、やりたいゲームあるんだけどさ、全部さ、なんでやらないかってさ、一緒にやる友達がいなくてできないんですよ。本当に困ってる。深刻な友達不足。お、奇跡になった。ぜひ称号を使ってください。桃鉄とかもう8にぴったりのゲームじゃないですか。はい、負けました。49分30秒からお願いします。49分30秒。兄ちゃんだってさ、仕事してるからさ、できないですよ。子供もいるし、仕事もしてるし、そんな何もしてないわけじゃないから、兄ちゃんも。いや、桃鉄一人で、なんか一応そのコンピューターがいるんですよ。コンピューターキャラが結構なんかチートキャラみたいなのが多くて、桃鉄一人結構きつくないですか？何が楽しいんってこう辛い気持ちになる。さあ、次の戦い行きましょう。高校の友達は未だに連絡取ってる人ほぼいないですね。やっぱ私の周りの女の子でゲームする子がいないんだよね。サリン、荒野行動とか PUBG やらないの？一緒にやる友達がいなくて。よし、ドボンで勝ってた。よし、ドボン返しされなかった。次は本当に勝ちでした。勝ちました、やった。次51分からドボンお願いします。なんだろう、女の子ってゲームしないのかな。サイの周りの子全然ゲームする子いないんだよな。なんか高校の友達はそんな仲いい子いな、あのね、いないからそんな知らんけど、
中学の友達とか、やっぱ男子は結構ゲームやってる人多いんですけど、女の子全然ゲームやってる人いなくて、さやは悲しい、一緒にできる人がいない。こんばんは。さあ次の戦いが始まりました。さあ今やりたいゲームはね、アマングアスと桃鉄かな。一番やりたい、やりたいけど友達がいない悲しいゲームはその2つですね。まあ桃鉄は友達が3人いればいいんですけど、あ、負けたので52分30秒からやります。52分30秒。桃鉄はまあ3人友達がいればいいんですけど、アマンガス9人ぐらい友達いないとできないから絶望。絶望。アマンガスの綴りは AMANG です。え、 AMONG ですよ。 AMONG、 スペルミスです。親密度8になったんだけど、スペシャルボイスかわいすぎ。え、ほんと？私今親密度なんだろう。ちょっとこの対戦が終わったら見に行こう。あ、ファンの方がいない。今日初ファンの方がいない対戦。やりたいゲームほんといっぱいあるんだよね。マインクラフトとかもね、マインクラフト一人でやってるとね飽きてきちゃうけど、やっぱ友達とやりたいんだよね。やっぱゲームはやってて思うけど、やっぱ友達とやってこその楽しさありますね。多少あると思います。皆さん普段ゲームとかしますか？めちゃくちゃコメント止まっちゃったけど、みんなのコメント一切なくなっちゃったけど大丈夫？元気？サリンこんばんは。こんばんは。ゲームの話になると露骨にコメント減って、なんか盛り上がりがなんか死ぬから、ゲームの話やめよう。いつもそうなんだよな、ゲームの話みんなおもんないみたいで急に黙っちゃうから。はい、次負けたので54分30秒からやります。54分30秒からやります。ちょっと親密度今さえ何なんだ。あ、さえもレベル8だ。自分の声自分で聞いてない。なるほどね、ファンの人が可愛いっていう理由分かったわ。みんな親密度8になったら私のスペシャルボイス聞いてくださいね。聞いてくださいね。ふふふふふふ。ドボンのねボイス撮るのめっちゃ楽しかったんだよな。なんかゲームのボイスって紙があって、一言ずつちょっと間を空けながらずっと連続で撮っていくんですけど、なんか喜怒哀楽があるセリフが多いから、ゲームのボイスって楽しいんですよね。めっちゃ楽しい。なんか私のハキハキとした声を活かせる場所って感じ。ゲームのボイスって本当にいつも思うけど、かわいそう。6枚も光らされてるファンの人いた今。かわいそうすぎ。なんか他のゲームも
結構ボイス入れてるんですけど、基本的に棒読みのやつはない気がする。いつもかなりいいボイスにできてるかなって自負はあります。はい、負けたので、57分から次の対戦やります。やばい、ゴールデンベッドタイムになっちゃう。困る困る、ちょっと時を止まってくれ。今ちなみに A クラスの2万9000ポイントなんですよ。だからあと1万1000ぐらいでクラスが上がるけど、ゴールデンベッドタイムに入ったらめっちゃ増える数減るからちょっと無理かも。全然増えなくなっちゃうかも。友達に他のメンバーの聞かせてもらって比べるの面白かった。ああ、そういう楽しみ方いいね。まあそれも友達が必要なんだけど私には無理かもしれない。え、めっちゃいいその楽しみ方。やっぱ自分の推しが一番最高だわって思ってもらえたら一番最高ですね ボイス癒しです、ありがとうございます。お守り使うの忘れた。おー、痛恨のミス。お守りみんなガンガン使っていこう。こんばんは。もう明日でイベント終わっちゃいますからね、これ。そう、明日でイベント終わっちゃうのはかなりまずい。終わっちゃう前には S ランクに上げたいところではある。さやは今お守りめっちゃ噛んだ。お守り使ってるんですけど、はあ、お守り使ってるんですけど、あの A クラスに上がった時にお祝いでくれたやつを使ってるから、いまだにまだねコインで買ってないんですよ600コインと交換してないんですね、いまだに。こんばんは。ちなみに今の実況をすると、あのドロー3を2枚出されて、なんか地獄みたいなカードになってちょっと経ったぐらいです。イベントあさってまでだ。あ、本当？30日までって書いてあったと思ったんだけど違ったかな。こんばんは、こんばんは。30まででしょ。ほら、間違ってないよかった、嘘嘘言ってなくて。はい、負けました。次、あ、やばい、ゴールデンベッドタイムになっちゃう。しょうがない、9時からやりますね。皆さん9時からやります。嘘言わなくてよかった。嘘の情報を言うのが一番悲しいからね。セーフ、さやが嘘言ってなかったらセーフです。ゴールデンベッドタイムになっちゃうよ、困るよ。ゴールデンベッドタイムが嬉しい時と嬉しくない時があるね。まあ、とりあえず9時からいきます。ピッ。え、今のはさ、まだゴールデン、私の画面はゴールデンベッドタイムに変わってなかったけどさ、今のはギリ大セーフなのかな、間に合ってるのかな、どうなんだろう。終われば分かるよね、どういうあれなのか。やばいやばい、お茶汲んでたら自分の番来てた出るかな。
でも今日めっちゃファンの方とたくさん対戦できてる。かなり当たる率高い。たまにねマジで全然当たれない時あるからね。結構もうイベントもさあと残り2日になって、なんていうの、駆け込みでやる人増えそうだからさらに当たらなそう。これからうわドボンできた。あくびしてたら、あくびパワーもしかしてあるか。もうどうしようもなくあくびが出ちゃったから、あくびしてたら勝てた。すごいドボンで勝てた。しかもすごくない？あくびパワーありましたね。今のは総研、今飲んでるの総研美茶。お一気に6000ポイントゲットしたよ。グランプリポイントすごくない？もうあと4000ポイントでさ S クラス入れるんですけど。ついにゴールデンベッドタイムが始まりました。じゃあ次3分から対戦します。始まっちゃったか、ゴールデンベッドタイム。 GBT 始まっちゃいました。 GBT 多分今ポイント獲得ポイントが多かったのはお守りと別3つハートベットしてたのとドボンで上がったから、多分この3つの兼ね合いでめちゃくちゃ4000ポイントくらいゲットできたと踏んでいます。さてやっていくぜベイベー。もうすぐもうすぐピッ。今日ね久しぶりに自分のねコンサート映像を見てたんですよ。 DVD で今までのあのまとめ出し、エイトのまとめ出しとかちょこちょこ見てたんですけど、個人的にいつのだ2018のエイトの日の私の美女めっちゃ良くないですか。個人の感想ですけど、皆さんがどう思うか分かんないんですけど、2018年の私の美女いいと思うんですよね。サイリンさんにドボンしていただき感謝です。めっちゃ謙虚。一緒にやっていただいてありがとうございます。あとはね、あと山梨でやった周年コンサートも自分のソロのとこだけ見たんですけど、いやあれはマジで奇跡のコンサートでしたね。メボのイマジンさんに選んでいただいて、はい負けました。5分からやります。5分から次の戦いやります。すごいよね、よく選んでもらえたな、あんなそうそうたるメンバーの中で。奇跡だと思うわ。自分大好きマンっていうのもあると思うんですけど、むしろ自分があんまり良くない時のやつ見れないんですよね。なんか嫌な気持ちになって、なんかそのダンスのクオリティってよりはなんていうの、いっぱいいっぱいでなんか心から楽しめてないのが透けてる瞬間が嫌なんですよ。だから自分がいいやつしか見れないっていうので
まあ、結果的に回り回って自分大好きマンみたいな感じになっちゃう。事前情報一切なしで選んだってブログに書いてあった、あ、イマジンさんのですか、嬉しいですね。はい、負けました。次は7分からやります。でもなんかそのオーディションは、そのミュージカルのオーディションは、そのオーディション、ミュージカルの中の楽曲でいくつかなんかその課題曲になって、どれかを歌ってくださいみたいな、自分の好きな曲を、そう、一人ずつレッスン場入ってて、そのイマジンさんともう一人、その多分梅坊さんの中のあの方二人の前で歌うみたいなのと、それ一つと、あとはもうみんなメンバーもみんないる、全員いる中で、なんか1分間もう自分のアピールタイム、好きな自己紹介をしてくださいみたいな、2つでしたねオーディションは。で、私はなんかあんまりダンスがすごい上手とか、なんか歌がすこぶる上手みたいな特技がそんなに長くて、どうしようかなと思って、まあ私の一番いいとこはやっぱ声がでかいことだろうと思って、そう、私のこの全メンバーの中で絶対に負けないことは声の大きさですって言って、なんかでっかい声でずっと喋ってたような気がします。こんばんは。細かいことはあんまし覚えてない、他のメンバーがどんなことやったかとかあんま分かんないけど、そう、自分はそれをやりましたね。ちなみに今はなんか何枚引いたんだろう、今なんか大量に引かされてカードお化けになってます。はい、負けました。9分からお願いします。まあこんなにカード引かされて勝てないわな。9分からお願いします。ゴールデンベッドタイム始まってから急に勝てなくなっちゃった悲しい。こんばんは。2018の8の人、愛してラブルやってたやつやってたっけ。2018年は4公演やってたやつ、朝ピット、昼ピット、おやつピット、夜ピットやって、私が朝と昼に出たやつ。今日もかわいい、ありがとう、イエーイ。チューブでやってた。あ、本当？じゃあやってました。朝ピットで多分やってたのかな、アイシラブル。なるほどね。なんだ、なんかオーディションの話、裏話そんなしたこ、まあ昔したかもしれないけど、そんなに最近してないからコメントでいっぱい。なんか盛り上がるかと思ったら意外と盛り上がらなかった、悲しい。難しい、ショールームで盛り上がるコメントが盛り上がる話するのめちゃ難しい。毎日やってるとね、特に思うね、ショールームもしや難しくねって。はい、負けました。11分からお願いします。加入当時はこんなに可愛くなった、いや、そうなんですよ、わかる。私も入った当初、まああまりの周りのメンバーのあまりの可愛さに驚いて、私はもうどんなに頑張ってもこうはなれんって思ったけど、なんか少しは近づけてる気がする。コメントしたいけどドボンか、ドボンしてるか
ってのもある。みんなドボンに必死。そうか、ドボンしながらじゃあ雑談配信はそこまで盛り上がらないから、そんなに盛り上がらなくてもさえは気にしなくていいってことですか。これはまあしょうがない問題。コメントの盛り上がりはそんな気にしなくていいのか。年越しそば食べますか。年越しは食べないけど、ああ今年食べないかもしれないね。もしかしたら緑のたぬきは食べるかもしれない。信州そば今年食べないですね。加入当時から可愛かったです。それはちょっと基準が甘いです。可愛いの基準多分めっちゃ甘いですよ。ああカード増えちゃった。ダメだ、カードプラスばっか出されてこれは勝てぬ。チーン。お願いします。なんかゴールデンベッドタイム入ってからドローなんちゃらばっか入れ出されて全然勝てなくなっちゃった。そういえば今日買った味噌が信州味噌、お、イエーイ、合わせ味噌でした。合わせ味噌でしたか。信州はね結構合わせ味噌が主流なんですよ。なんか今日あの名古屋の名古屋にあの高校卒業して出てた友達がいるんですけど、あのまあ、そのこと喋ったんですよ。したらなんか名古屋は味噌汁も赤味噌だし、なんかそのなんかきしめん屋さんでバイトしてるらしいんですけど、きしめんのそのつゆも赤味噌ベースだしみたいな、すごい最初慣れるまで違和感すごかったって言ってました。で今はもう慣れたから赤味噌もすごい美味しくいただいてるけど、最初はすごい違和感だったって。はい、次15分か、あ、うん14分30秒からやります。14分30秒からやります。ダメだ、勝てない。合わせ味噌ね、合わせ味噌でもなんかその日本の分布図みたいなのこの前その味噌汁の動画を上げるにあたって見たんですよ。なんか全国的にどんな感じなのかなって。でやっぱ合わせ味噌の地域結構多かったですね。合わせ味噌が多い。こんばんは。白味噌とか赤味噌が主流なのは結構少数派です。でも仕事納めしていきました。おし、お疲れ様です。今お疲れ様が言えなかった。おしって全然口回んなかった。あー負けた。じゃあ次16分からやります。いやマジでゴールデンベッドタイム入ってから1回も勝ててない。16分から対戦します。カードお揃いだね。お揃いでしたね。まあでもさ結構白味噌とか好きですよ。赤味噌はまあ普通だけど
あの味噌カツだっけ、有名なの名古屋でとか、まあまあ好きだけども、どっちかって言ったら白味噌好きですね。なんかちょっとこの優しい味って感じ。まあうちでは使わないけど、その外で、ね、どっか旅行行って食べたりする定食がこう白味噌だったり赤味噌のお味噌汁だったりするとちょっとテンション上がるね。普段と違うお味噌みたいな。赤が好きなのはやっぱ関西やからかな。あ、赤が好きな方もまあそれもちろんいるよね。そうだよね。俺赤味噌好き。やっぱ赤味噌好きな人はめちゃくちゃハマると思う。でも美味しいよね。まあ普通に好きって感じ。そう。こんばんは。うちのお雑煮は白味噌。ね、よし、ゴールデンベッドタイム初の勝利来ました。嬉しいです。お、みんな味噌の話をしている中すみません、 S クラスに上がってしまいました。素晴らしい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。じゃ S クラスに上がったので残り3戦ぐらいしたらドボンは終わりにしてお話にしようかな。じゃあ次19分から対戦お願いします。19分から。味噌汁も赤がいい。そうなんだ。赤味噌の味噌汁ってでも色めちゃくちゃ濃いですよね。美味しい。お守り効果でかいですね。めっちゃ早かった。負け続けてたけど、やっぱお守りしてると600ぐらい、400か400ぐらい、あの確実に入ってたから。私前名古屋のなんかちょっとおしゃれなご飯屋さんみたいな、あの雑穀米とかを出す感じのイメージっていうか、まあそのイメージしやすいように話すんですけど、雑穀米とかを出してくれる感じのこうちょっとこうなんていうの、おしゃれなご飯屋さんに行ったことがあるんですよ。そこのお味噌汁が白味噌で、多分白いお味噌汁だったから白味噌だと思うんですけど、白味噌でなんかすごい優しい味わいで美味しかったんですよ。なんか名古屋で白味噌ってすごい不思議な気持ちでした。名古屋は赤味噌のイメージだったから。でもそれがすごい美味しかったから、ちょっと白味噌のお味噌汁飲みたいなってこうたまに思う時はありますね。関西はどうなんだろう。白味噌ってさ、どこが主流なんだろう。京都とかのイメージあるけど違うのかな。どうなんですかね。きっとファンの方全国にいると思うので、うちの地域結構白味噌主流だよって方、ファンの方の中にいますか。いませんか。お客様の中に白味噌主流の方いませんか。ドボンしました。やったー、ドボンできた。お味噌の話してたらドボンできた。じゃあ次21分から対戦お願いします。富山は白。え、そうなの。富山って味噌白なの。イメージ全然なかった。そうなんだ、知らなかった。白味噌派です。あ、どこの県ですか。どこかしらね。香川県出身なんで白味噌です。え、香川は白なんだ。福岡も白なんだ。そうなんだ。
イメージないかも。神奈川は合わせ味噌、合わせ味噌やっぱ多いですよね。滋賀で京都の隣やけど合わせ味噌。なるほどね、やっぱ隣でも県が違うと違うのかな。え、でも京都は白味噌合ってんのかな、このさやのイメージは。どうなんだろう、イメージが合ってるかどうかさえもわからん。花丸きと丸米を使ってます。丸米もなんかのそうですか。で丸米よく見るけどな、あれも信州味噌なのかな、わかんないです。花丸木は長野のわかるんですけど、ちょっとすいません、不勉強で。西の方は白味噌が多いって聞きました。なるほど、西日本が白味噌文化が結構こうあれなのかな、強いのかな。なるほどね。お、勝ち。なんか S クラスに上がってから急に勝てるようになった。よっと。じゃあ次23分から、今日のラスト対戦23分からよろしくお願いします。味噌の話面白いな。この前味噌汁の動画出したから、なんか味噌についてのあの知識欲が湧いてしまった。香川は白味噌のお雑煮にあんこ餅が入る。あんこ餅って何ですか。あんこと餅が入るわけではなく、あんこ餅っていうのが入るんですか。え、気になる。こんばんは、こんばんは。和歌山で白味噌でした。おお、やっぱ西日本が白味噌の文化強いんですね。なるほどね、勉強になりました。じゃあ白味噌の何かが食べたかったら西日本に旅行に行けばいいってことですね。よし、お、ラストの対戦、みんなさやのファンの方だ。やったぜ。しかし僕はすましの雑煮が好きですって書かれてるけど、白味噌の文化の県、文化圏ではあったけれども、個人的にはやっぱすまし汁が一番うまいよって、好きだよってこと。すまし汁な、そんなかも、普通かもさや。あんこの入った餅が入る、え、あんこが入った餅なんて、そんななんかすごい食べ物があるんですか。出会ったことない、気になる。めっちゃ気になるそれ。でも僕は苦手なの。そうか、あ、負けちゃった、最終戦は負けてしまいました。ということで皆さん、今日もドボンのお付き合いありがとうございます。今月の前半はドボンやらなすぎて怒られちゃったけど、皆さんのおかげでドボンを楽しく、なまさかの今のイベント S クラスまで上げることができました。ありがとうございます。やったね、ありがとうございます。いや、かなりかなり出世ですよ、このドボンの際のやる気問題。危ないところでした。ちなみに現在のイベントのランキングは1036位です。そんなに高くありません。そんなに高くありません、残念ながらね。こんばんは。雑煮、親が山形だけどすまし汁でごぼう、三つ葉、鶏胸が入ってる。そうなんだ。お雑煮ってさ、食べないんだよな、うち。お雑煮食べないな、我が家が。多分長野県の文化がじゃなくって、私の家が。あんまり食べないかも。そう、よし、ドボン終わったから、これから携帯でね、何か知りたいことがあったら調べられますね。
種類なんかそうお餅を汁に入れて食べるっていう文化が我が家にはあまりないね。そんなにやらない。まあ年一やればいいかなぐらい。私はそんなに食べないかも。いや家族が食べててもそう。え S ランクで繊維って低いんですか？そうなの？S ライン S S クラスの最下層にいるかもしれん。こんばんは、こんばんは。お雑煮の餅は何個入れるかで元日は悩む。まあ元日ぐらいはいっぱい食べちゃいましょうよ。香川県はおでんに白味噌と和がらしを加えたからし、ああからし味噌ね、ありますよね。なんかおでん屋さんとか出してくれたりしますよね。おでん屋さんで人生で1回しか行ったことないんですけど。サリンちの餅のレパートリー 1です。餅のレパートリー1です。うち砂糖醤油しかないです。お餅を食べると言ったらもう砂糖醤油よ。でもうちの兄ちゃんとかはきな粉とか食べてたような気がするけど、我が家のレパートリーはもうちょっとあるかもしれないけど、高橋さやかの餅レパ食べ方レパートリー1ですね。圧倒的な砂糖醤油の勢力の強さ。そうそうそう。お汁粉も食べないですねうち。なまじ砂糖醤油ですって感じ。砂糖醤油オンリー派です。え、マジすごくない？レパートリー1ってどんだけ好きなん？砂糖醤油って感じじゃない？サリンちゃんどんな信州味噌使ってんの？あ、いい質問です。ぜひ最新の YouTube の動画を見てください。もう動画で載ってます。動画で載ってます。じゃあ餅の食べ方日本分布見よう。これ面白いぞ。醤油をつけるが1位なんだ。餅に醤油？マジ？砂糖入れたらいいの。次2位がきなこ餅。きなこ2位なんだ。きなこ餅が勢力強いのは青森、新潟、三重、これは奈良か、奈良、京都、鳥取、広島、山口、岡山、佐賀らしいです。これいつの調査か分かんない。2015年の調査だ。むちゃくちゃ前やんけ。3位が磯辺焼き。磯辺あんまお餅食べたことないな。4位か。でも砂糖醤油ね、そのランキングは4位だけどね、あの県の数的に一番多いですよ。北海道、秋田、長野、山梨、富山、石川、岐阜、滋賀、広島、大阪、和歌山、高知、愛媛、香川、徳島、島根、沖縄、福岡、長崎、鹿児島、宮崎、大分行ったかな、わかんないけど、めちゃくちゃ多い。いや私今さ県名が書いてないさシルエット、地図のし日本地図のシルエットだけでさ、県名言ってたんだけど、すごくない？全部わかったわ。まだ忘れてなかった。よかった、危ないところでした。面白いですね。
え、そうやね、あれですよ、日本地図だ、例えば長野県のシルエットだけ、もう他の周りの県なしで県のシルエットだけパッて出されて47都道府県全部答えられると思う。ついでに県庁所在地も。え、これはなんか特技でもなんでもないと思ったの。みんなもう日本人誰でもできると思ったらなんかそうでもないっぽかった。地図見てわからない人が結構多いらしくて、これもしかしたらこれが特技として使えるかもしれない。シルエットだけで県名と県庁所在地名分かりますみたいな。え、私本当に小学校ぐらいからそれできたんですよ。 小3ぐらいでできるんだったら絶対まあみんなできるものなんだろうな、気づいた特技です。こんばんは。回転してあっても分かる？どうだろう、分かんない。回転してある県のシルエットを見たことがないから分かんないな。分かんないけど、どうだろう、岡山とか回転してもしなくても丸いよね。なんか分からにくそうなやつ行こう。なんだろう、もし分かりになんかちょっと難しいやつ、まあだから香川と埼玉とか地図で見たらサイズが違うから分かるけど、か香川をこうギュッて拡大してこうフリップにされたらちょっと迷うかもしれないね。ちょっとね、ちょっとこういう形似てるやん、こういう形。そうそうそう、逆にな、もうなんだろう、逆に分かるのはまあ北海道とかも当たり前すぎるけど、結構県特徴ありますよね。佐賀とかね、なんか一瞬迷いそう。佐賀だけ出てきたら、ん？こんな県あったっけって一瞬迷って、あー、つなぎ目の佐賀かって、後からわかりやすそう。なんか一瞬、ん？何これってなりそう、佐賀は。なんかあんま佐賀単体の形見る機会ないじゃん。徳島とかも一瞬悩みそうだな、何の形だろうみたいな、どこの形、どこにくっつく形だっけみたいな、一瞬迷いそうだよね。なんかこの感じが、こういう感じか、形的には。一瞬悩むね。岐阜はわかるよ、岐阜めっちゃわかりやすくない？岐阜ってもうなんか岐阜ですって形してるやん、岐阜ですよーっていう。あと岡山ちも丸いのでこう難しいかもしれない。これもちょっと難易度高いかも、もしかしたら。岡山栃木問題、岡山と栃木もう回転しちゃったらどっちがどっちか分かんなそう。何やこれってなりそう、どっちだよって。めっちゃ丸いやんみたいな。そう、まあちょっと栃木の方が丸い、丸みを帯びてる感は強いかな、丸み強めかな。まあ、あとはまあそんな難易度高いやつない気がする。結構あと形特徴的ですよね。長野とかも分かりやすすぎるもんな。長野以外の何者でもない。だからさ、熊本県の形が一番好きなんですよ、県の形の中で。県の形に着目する人ってあんまいないと思うんですけど、熊本県のシルエットが一番好きで、そう、ちょっとね、なんで好きかっていうのをちょっと見せたいから、熊本県のシルエットないかな、フリー素材とかでないかな。あ、無料イラスト素材あったわ、やった。熊本県のいいところは、
あのね、ここがちょっとクマの形してる、クマの顔の形してるんですよ。ここがわかるかな、ここが鼻で、ここが口で、このくぼんでるとこが目でみたいな、でここ耳で、でなんかちっちゃい子熊を背負っているように見え、かつなんかここに、ここもしこうやって袋を描いたら、レジ袋持ってますみたいな、お野菜いっぱい入ったレジ袋持ってますよみたいな、こうでここほら手が伸びてて、こう袋持ってるみたいな、これがめちゃくちゃクマに見えるんですよ。で熊本県じゃないですか、えマジでめっちゃ可愛いと思って、そういう理由で私は熊本県がシルエットでは一番好きですね。そう、いやマジでみんなちょっと熊本県を調べて熊本県の形見てほしいんだけど、見れば見るほどね熊に見えるんですよ、熊のお顔に。えマジでめちゃくちゃ可愛いんだわ。みんなね、これはマジで、あそうそうそう、この絵もね見て、さえばこのめちゃくちゃ可愛いと思ったんですよ。そう、これ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 、グググってなって、ほらこれちょっと綺麗に描いたら本当にクマが袋持ってこう走ってる感じに見えるの。そう、めちゃくちゃさ可愛いんですよね。めっちゃクマじゃない？マジで。え、もう本当に感動した。もうこの県に熊本県って名付けた人マジ天才だと思うんだ。どうやって熊本県って名前にしたんだろうな。クマに見えるとか絶対思ってないじゃん。めっちゃ見えんの。ね、それにしか見えなくなってきたでしょ？そうなんですよ。今感動してる。感動してもらえてよかった。そう。思いません？え、マジです。ずっと。これも小学校ぐらいからずっと思ってたんですよ。マジでクマに見えると思って。そう。そうなんです。だから、これで皆さんも熊本県のシルエットはもう3秒で分かるようになりましたね。お、クマが子グマを背負ってスーパーで買い物してきた後だ。よし、熊本って、これから分かるようになりますね。いや、他のね、ないのよ。他の県はないのよ。こんなね、リアルなクマに見える県、他にないのよ。そんな、なんか、リアルな別の形に見える県が。あとは、何かな。あと、愛媛は、なんか、虎が走ってるところに見えるんですよ。そう、愛媛もあったわ。愛媛。シルエット。シルエになっちゃった、シルエット、そう、このまま見ようによってはちょっとなんかガンダムに見えてきちゃったけど、それはきっと嘘で、まあさっきの熊本ほどリアルではないんですけど、こう見た時にこっちが頭で、前足と後ろ足でこうこうやってる、そうそう、トラが走っているように見えるような気もしてる。これはこれも前からちょっと思ってた。そう、これはそんなにでも精度が高くないからあんまみんなに熱弁しない。そう、これはあんまり精度が高くないです。でもそんなもんかな。あとはね、特にないんだよな。あとはなんか県のシルエットが好き、あ、山口県は靴に見えるんですよ。そうそうそう、山口県は 靴に見える。これもあの小学生の頃の私は、うわー靴に見えると思ってちょっとテンション上がってました。ほら、靴に見えるでしょ？ここが履き口で。
靴に見えるんですよ。それもまあ一応ありますね。それぐらいね。そう、まあでもマジで皆さんに覚えて帰、今日を皆さんに覚えて帰ってほしいことは、熊本県がマジで熊の形に見えるということで、でもそれだけ、もうそれだけ覚えて帰ってもらえればもう、あの見てください、熊本県はむちゃくちゃ熊に見えるんやでって。そう、熊本県の人に行ってみようと。ぜひさえも今度じゃない熊本県ってめちゃくちゃ熊の形じゃないですかって急に言ったら、え、どういうことってなりそうだけど。サリーは右脳派なんだね。あ、本当ですか。右脳はどっちなんだろう。なんかその、え、わかんない、右脳と左脳のあれがわかんないけど、もうそうとしか見えない。嬉しい、みんなにこの私の気持ちが伝わって嬉しいです。ありがとうございます。右脳と左脳について調べよう。気になっちゃうじゃん、すぐ右脳左脳違い、音と色の違いを認識したり物事に感動したりするのは右脳。え？え？なんだって。左脳派はこんな人。言語や計算力、論理的思考を司る脳です。情報を知識として認識し整理する役割を果たしている。あ、じゃ、え左脳は、言語や計算力、理論的、じゃ論理的思考を司るがところで、右脳は情報で、左脳派の人は論理的で冷静、筋道を立てて考える、客観的な分析が得意、デジタル派、計算が得意、几帳面で、右脳派の人は感情表現が豊か、感性が鋭い芸術家、人の気持ちを汲み取れる、空間認知に長けている、アナログ派、暗記が得意。完全右脳じゃないな。そや、記憶苦手だから。サリーは左脳だね、多分。私もそんな気がします。私もそんな気がする。でなんかね、そのシルエットとか結構好きで、物のシルエットみたいな、あれも好きですよ。空見て雲が、あれ何の形に似てるみたいなのを見るのも好きですこれはみんなにおすすめの一人でできる暇つぶし遊びです。まあ雲がある日しかできないし、なんならなんか雲と晴れ間がこういい感じのバランスである時じゃないとできない遊びなんですけどね。曇りの日も、あの快晴の日もできない遊びなんですけど、ぜひ皆さんもお試しあれ。雲に向かって、あ、何の形に似てるぞってあ、最近知ったいつか使いたい言葉、天気っていう言葉を最近私は知りまして、天気1円ってそれ以上割り切れない、それ以上崩すことはできないので、もうめちゃくちゃいい天気のことを言うんですよ。一円玉天気すごくない？なんかその言葉遊びみたいな言葉だなと思って、めっちゃ好きでもいつか使いたいけど、使ったところで相手に一円玉天気って何ですかって聞かれそうだから使えないそう、なんでみんな一円玉天気という言葉も今日覚えて帰ってもらいます。もう超超いい天気、
もうこれ以上崩れることはもうない、もう全く崩れていない天気ということで、もう雲一つない、もう超快晴のことを言うんですよね。可愛くない？一円玉天気って。そう、めちゃくちゃ可愛くて好きです。今日一円玉天気ですねみたいな、今日一円玉天気でいいですねみたいな。あ、これからさ、社会人ってこの天気の話よくするじゃないですか、間を埋めるために、間を埋めるために、あの今日いい天気ですねっていう時に、めっちゃ快晴の日は今日一円玉天気ですねって言えば、え、それは何ですかっていうところから話が盛り上がるかもしれない。お、ビジネスで使える気象用語、これはいいこれはいいぞ。みんないかがですか？なんか今日いい天気でしたよねだとさ、そうですねで終わっちゃうから、一円玉天気ですねって言ったら、え、何ですかそれってなって、いや一円玉ってこれ以上崩れないから、全く崩れてない、こういう快晴のこと言うんですよっていうことで会話が盛り上がります。そっからビジネスの話にこう滑らかにシフトしていけるんじゃないですか。まあ私社会に出てないので分かんないんですけど、ビジネスで働いてないんで使えるかどうかは想像の域ですけど、みんな使ってみましょう。こんばんは、こんばんは。クマのシルエットが感動すぎて、そんなに、そんなに感動してもらえて最高です。ありがとうございます。みんなに言ってよかった。今日いい日ですね。私のドボンも S クラスに上がったし、あの私の新たな特技を見つけることもできたし、あの47都道府県シルエット当てクイズができる、かつ全国の県庁所在地を知っているっていう特技を見つけることもでき、みんなにもう長年私が思っていた熊本県って熊の形にめっちゃ似てない問題も話せたし、一円玉天気でこう新たなビジネスを開拓できそうな予感がして、今日はとってもいい日ですねじゃあぜひ皆さん、ビジネスで一円玉天気という言葉が使えた場合はぜひ私に教えてください。無事サイリンのおかげで商談が成立しましたみたいな報告を待っています。使えるかなわかりません。もし奇跡的に成功することができたらぜひ教えてください。そしてぜひ皆さん使ってください。ぜひ遠慮せず本当にね使ってください。いや大丈夫、一円玉天気って言ってもまさか推しから教えてもらった言葉だったら誰も思わないと思うのでぜひぜひ使ってください。なんならまあビジネスの場面じゃなくても、友達とかに急に今日一円玉天気だねめっちゃいいわとか言って、え、何それってもし言われても報告してください。友達にどやることができましたってぜひ報告ください博識アピールをすることができましたってぜひもうすべて報告ください。また雑学を手に入れたらショールームでお話ししたいと思います。まあそんなわけでね、もうすぐ10時になりますので終わりにしますかね。終わりにしますかね。え、知ってるパターンだ、相手が一円玉天気という単語を知っているパターンだったら逆にもっといいでしょ。今日一円玉天気ですねって言ったらさ、相手もさ、そのえ、一円玉天気知ってるんですかってさ、さらに話が盛り上がるじゃん。あんま自分の周りに一円玉天気通じる人いないんで、すごいですねみたいな、逆にね話広がりますよ。いいですね。ではランキング読みたいと思います。
13ヤスさんありがとうございます。12大観さんありがとうございます。11かぼちゃ先生ありがとうございます。10ともつさんありがとうございます。9カムサムニダー韓国からありがとうございます。8台湾ゆららさんありがとうございます。7タタイムケンケンさんありがとうございます。6ヤチさんありがとうございます。5ヤンディさんありがとうございます。4位ワサッピさんありがとうございます。3位ケロンさんありがとうございます。2位トメさんありがとうございます。1位はチュンチュンさんありがとうございます。すごい良いお年をギフトがある。年末ギフトじゃん。最高最高ですね。ということで皆さん今日もお付き合いいただいてありがとうございました。またぜひドボンしましょう。今月はね怒涛のドボン後半、今月後半戦は怒涛のドボン回数だったと思います。これでまた来月やらなくなったら怒られちゃうので、来月も程よくやっていこうと思います。皆さんよろしくお願いします。それでは皆さんおやすみなさい。バイバーイ。